いやー、アクセサリー取り入れたいんだけども、なかなか難しいんだよな。女性からの評判もあんまり良くないって聞くし、確かにチャラい気もする。だけども、夏の着こなしってシンプルになりがちだから、なんか少しでもいいから取り入れたいんだよな。誰か大人に似合うようなアクセサリーの取り入れ方、しっかりと解説してくれる人はいないのかなと思っている皆さん、こんにちは、スタイリストのしゅんです。今回の動画なんですが、大人のアクセサリーの選び方、徹底解説しますというテーマで、動画をお届けしてみたいなと思っています。まあ冒頭にも お伝えした通りですねアクセサリーについて結構興味があるですね男性の方は多いかなと思うんですね、まあ、僕自身もですねアクセサリーがずっと好きで中学生ぐらいからですねクロムハーツのパチモノみたいなものをですねつけてた時期もありましたそこからスタートして今40代なんですけども未だにこういったものを楽しんでるわけなんですねただやっぱりですねアクセサリーというのは冒頭にもお伝えした通り女性からの印象がですねあんまり良くないというデメリットもあるんですね確かにアクセサリーをいっぱいつけてる男性見ると 何か遊んでそうだなっていうイメージもあったりするので結構アクセサリー使いって難しいかなと思うんですねなので僕も動画の中であまりアクセサリーについて解説をしてこなかったんですねだけどもおしゃれが好きな方だとかおしゃれ中級者以上の人は必ずと言っていいほどですねチャラく見せないようなセンスのいい使い方というところをですねちゃんと心得てるんですねですので今回の動画の中では大人の男性にも似合いやすいですねアクセサリーの取り入れ方についてしっかりと解説をしていきたいなと思っています、まあ、僕自身 私もです、ね、いろんなものを持ってますのでそれをですね実際に使いながら皆さんになるべくわかりやすく解説できればなと思いますのでよかったら最後までお付き合いいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでまだの方はチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい。ということで、ここからはですね、具体的に大人のアクセサリーの選び方について徹底的に解説をしていきたいなと思っています。まずですね、アクセサリーというのはどんなジャンルがあるのかというところから解説をしていきたいなと思ってるんですが、まあ、結構ですね、バリエーションが広いんですね。まずは顔周りで言うとですね、ネックレスみたいなものもありますし、あとは耳につけるピアスもあります。あとはですね、腕元で言うとですね、バングルだとかブレスレットみたいなですね、腕に装着するものもありますし、 あとはですね、指輪ですね。僕も指輪は現在2つつけていますが、こういったものもあります。あとはこれはですね、アクセサリーに入れるかどうかは人それぞれかなとは思うんですが、時計というものもですね、個人的にはアクセサリーの一部かなというふうに捉えています。あとはですね、こう、ウォレットチェーンと呼ばれるような、この腰元につけるようなですね、アクセサリーもあったりします。あれ我々ですごくかっこよくて、僕もですね、取り入れたかったりするんですが、まあ、アクセサリーの中でも、好印象なものと、結構良くない印象のものとは、 分かれるんですねで先ほど言ったウォレットチェーンというのはですね、まあ、正直あんまり良くない印象に繋がりやすいアイテムかなと思います、まあ、実用性でいうところのあんまりウォレットチェーンってないですよねお財布落とした時にですねウォレットチェーンあって助かったみたいな機会ってまあ大人だったらそこまでないかなと思いますしまあ、なんせ女性からの印象があんまり良くないんですねあとはピアスですよね10代20代であればピアスいいんですけども30代後半とか40代以降になってまだピアスつけてるっていうのは かかななななりりく見えるんでですすねととといいいいののもも顔周りっっててて結構一番目立つところなので僕は思まあとはネックレスですね。これもですね、結構賛否両論があるんですね。なので僕の中ではネックレス否定派ということで、大人の男性にはいらないアイテムだということをですね散々お伝えしてきました。ただこのアイテムに関しても使い方とか選び方次第かなと思うんですね。なのでこれも後半にお伝えをしていきたいなと思っています。で、じゃあ大人の男性にとってオッケーなアクセサリーは何になるのかっていう と,ところなんですが個人的にはやっぱりですね腕につけているこういったものですね僕の場合はバングルをつけていましてそしてですね左にはこういった時計をつけています、まあ、この2つに関してはそんなに悪目立ちはしないんじゃないのかなと思っていますまずはバングルだとかブレスレットについてお伝えをしていきたいなと思いますまあ、腕元につけるアクセサリーとしてはバングルなのかもしくはブレスレットなのかという選択肢があるんですがこれはどういった違いがあるのかというと個人的にはバングルの方がですね手に ギュッと収まって動きが出ないのでそんなにこうチャラチャラした印象にはなりづらいかなというところで結構バングルが使いやすいなという印象があるんですねでブレスレットに関しては動きが出るのでよりこうオシャレ感が出ますしちょっとアクセサリーとして際立たせたい時にはブレスレットがいいなと思うんですね僕は完全にバングル派だったんですが最近では結構ブレスレットも使うようになってきているのでその辺りもお伝えしたいなと思います、まあ、バングルにもいろんな種類がありまして僕が今しているのはこのファンタスティックマンというブランドでちょっとコアな ブランドで、値段も安くはないんでですねでしかも太いじゃないですか。あんまり初級者にはおすすめしないサイズ感かなと思います。幅で言うとですね、1センチぐらいあるんですが、これなぜ僕が使ってるのかというと、僕はですね、この動画の仕事が結構多かったりするので、細いですね、バングルとかだとなかなかですね、つけてるかどうかもわからないので、ちょっとこうアクセントが強く出るような1センチの幅を使っているんですが、これちょっと難しいかなと思うので、ちょっと付け替えたいなと思います。えーまあ、まず使いいやすすのはですねこういった 細いいタイプかなと思いますね今僕がしてるのがですね、割と細めの0.5センチぐらいの幅感ですかね。これは t ュアレグというブランドのですね、アクセサリーになります。まあシンプルなシルバー製のですね、番組に対して彫りが入ってるんですね。これ手作業で入れているわけなんですが、かなり細かな模様になっていまして、一つずつの番組に意味があったりするんですね。そういった世界観も含めて結構ですね、おすすめかなと思います。価格で言うと、今シルバー自体の原価も上がってるので、安くないんですね。1万円台高 後半とか2万円ぐらいなんですがトゥアレグのバングルというのは結構おしゃれが好きな方の間の中でも愛用者が多いですし一度買ったらそんなにこう流行の変化っていうのが出ない部分でもあるのでしばらく使えるかなと思います僕はトゥアレグをいくつか持っているんですがあとはですね細めのものだとこういったものもありますね先ほど僕がしてたファンタスティックマンのものなんですがインディアンジュエリーっぽいようなデザインとはちょっと違って割と直線的なデザインでこれもまた非常に気に入っているバングルの一つかなと思いますまあ、両方ともですね細いので でそんなにこう主張が強くないのでまずはこういった幅感のものをですねしていただくのが一番いいんじゃないのかなと思います。まあこういったバングルみたいなものを本当に5000円とか3000円とかでも買えるんですがどうせ買うのであれば1本でいいと思うんですよ結構ですねこの辺りのバングルって僕はどんな着こなしにもしちゃうんですね今は T シャツ1枚のようなすごくラフな着こなしなんですがジャケット羽織るようなスタイルの時にも結構この辺りのバングル普通に使っちゃうんですねあんまり合わない着こなしってなかったりするんですね。まあ確かに 確かにちょっとスポーティーな着こなしになるとちょっと違和感あるかなと思うんですがそれ以外は割と使えるのでそういった意味では1本ちゃんとしたものを持っておいて長く使う方がこういったバングルはいいんじゃないのかなと思っていますなのでまずはこういった細めのバングルからスタートするのがいいと思いますねそしてもう一つご紹介したいのがこういったですねブレスレットですね形状的にですねちょっとこうバングルよりは形も遊び心があったりだとかちょっとこう腕に巻いてもですね余裕があるのでちょっとこういった形で動きが出るのがブレスレットですまあこれもですね ちょっとと色気が出てすすごくいいいかなと思いますしこういったブレスレットの中でもシンプルなものを選べば長く使えるかなと思いますし大人世代でもそこまでうるさくないかなと思いますこのですねブレスレットがあるかないかで結構夏の T シャツスタイルは見え方が全然変わってくるんですね世の男性の中でもですねこのようなアクセサリーを取り入れている方って少数派なので、まあ、取り入れるだけでちょっと人との違いも出せるので、まあ、1点だけでもいいのでこういったものを取り入れるのはいいんじゃないのかなと思います僕が今使っているのがですねこれ というブランドですねメキシコのですね、ジュエリーブランドなんですが、最近ですね、いろんなショップでも取り扱いが増えています。トゥアレグだとか、ファンタスティックマンは結構男っぽいような雰囲気があって、大人世代にも人気だったりするんですが、まあ、こういったショルに関しては、割とですね、年齢でいうと、20代、30代の方とかもつけていて、まあ、僕ら世代よりはもうちょっと若い方も多いかなという印象です。でも、シンプルで使いやすいものも多くて、値段もですね、1万円台中盤なので、割と使いやすいんですね。なののででで今ですねアクセサリー系を選ぶのであれば僕は テュアレグオアショロかなこの二つがあればですね、結構いいんじゃないのかなと思うので、ま、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思います。それに対して、今度右手ですね、時計というようなジャンルもあります。まあ、時計にもいくつかタイプがありまして、僕が普段つけているタイプで言うと、ナバルウォッチですね。これがファッションとの相性がいいですね。こう、ナトーベルトをつけたような、ちょっと男っぽいミリタリーウォッチなんですね。こういったものか、もしくは、ちょっと装飾性が強いところで言うと、ステンレスの素材のですね、時計ですね。 まあ、こちらだとよりこうアクセサリー感覚で取り入れやすいかなと思います僕が愛用しているのはこれはですねバーグウォッチのですねエブリワンというモデルなんですねステンレスの時計って僕はおっさんくさいなと思っていて昔は嫌いだったんですけども年を重ねてああなるほどこういったものもなかなかこう味わい深くていいんだなっていうのが分かってきてまあ最近はですねオフの機械とかにもつけることも増えてるんですねこのような形でちょっとこうシルバー色で揃えてあげればよりこう装飾性が上がるのでまあ一つのアクセサリー感覚で 取り入れやすいかなと思いますし個人的にはそこまでやっちゃうとちょっとトゥーマッチに感じるところもあるのでこういったナトーベルトぐらいでですねそこまで強さを出さないようにしてるんですねまあブラックがベースのベルトなのでそこまで悪目立ちしないのとまあ適度なシャープさも漂うのでこういった形で上元をですね彩るようにしていますそして僕はリングに関しても2つしていましてまずはですね薬指ですねこれ結婚指輪なんですけども去年かな買い替えました結婚10周年をですね迎えて そのタイミングで何かこうまた違ったものにしたいなということがあってこれはですねファンタスティックマンのものにしたんですけどもあくまでこうファッション的にも使えるっていうところとあとは細くてですね割とこうずっとつけていても邪魔にならないということでこれすごく気に入っていますちょっとなかなか見えづらいと思うんですがつるっとした面とですねこう打ち込んだですねゴツゴツした面をですねゴールド色のですねつなぎ目で合わせているというデザインでめちゃくちゃ気に入ってますこれをですねまあアクセサリー兼結婚指輪としてつけます てていてですねそして右手にはですね、人差し指にこれ、去年買ったものなんですが、セルジュトラバルというですね、ブランドのですね、このリングをつけています。割とですね、これもちょっと打ち込みがあるようなデザインで、この湾曲と言いますか、ちょっとこう、線が歪んでるあたりとかも手作業の雰囲気が出ていて、あとはですね、メッセージが彫り込まれてるんですが、そのあたりのメッセージが非常に気に入るようなワードで、自分の家族を連想するようなところもあるので、まあこちらをですね、昨年買って結構取り入れているようにしています。まあ、リングをもう正直もう ちょっと足ししたいいんでですすが、まあ、2個までにしていまにてね12個ぐらいまでが限界かなと思ってましてこれ以上はなるべくつけないようにはしてるんですね一般的には時計とバングル指輪1個ぐらいが一番いいかなと思いますこの人差し指のリングもですね結構やらしく感じる方もいらっしゃるかなと思うのでこれ外しのこういった感じでもいいかなと思いますね意外と結婚指輪をですねファッションリングに変えるというのもですね気軽に普段の着こなしが決まりやすいのでおすすめなのでまあ よかっったたたトライをしてていいいだきたいなと思っていますそしてもう一つですねネックレスに関しては結構賛否両論なので僕はですね皆さんにあまりお勧めしてなかったんですねですが今もですね実はネックレスしています細めのですねチェーン状のネックレスであれば、まあ、割と世代的には10代20代30代前半の方はつけてるかなと思うんですね僕もですね今つけてるんですよ実はこんな感じでつけていますこれも初ロのですねちょっと細めのですねネックレスになってるんですがあまり長さがないもので あれば僕はですすねいいいいんじゃななのかなと思いますただですね、注意が必要で、ブラックの T シャツに対して、こういったシルバー色のですね、ネックレスは、めちゃくちゃ相性がですね、僕はある意味で良くないと思ってるんですね。もちろん、若い世代だとか、似合う方は、すごくいいと思うんですよ。これなぜかというとですね、ブラックの T シャツと、このシルバーがですね、コントラストがすごく強いので、めちゃくちゃ目立つんですね。僕の場合、年齢40代オーバーで、なおかつ、ちょっと彫りが深い顔立ちで、 ヒゲなんんかかしてますすよよねねそれででこういいっったコントトラスト強いと僕にはやからっぽく見えるんですよねちょっとこう、オラオラしてる感じがしちゃうので、僕はこの合わせ方は絶対にやらないです。合わせるときには白 T とか明るめの色ですね。そういったものと合わせれば、割とですね、シルバー色のですね、こういったネックレスとなじむので、そんなに強くならないので、まあそういった形でちょっとこう、トライをしてみるのもいいかなと思うんですが、ネックレスはだいぶ上級者向けなので、よく検討しながら試していただければなと思います。ののこの長さはね本当に よくてですね使い勝手いいのでチェックしていただきたいんですがまあ、ブラックの t r ツを着ている時には中に隠してちょっと首の横からちょろっと見えるぐらいにしていますねこれでもチャラいっちゃチャラいんですけども、まあ、そのような形でちょっと気分を変えてみるのもいいんじゃないのかなと思っています他にもですね実はネックレス系はこの1年で色々と買ったんですね例えば先ほどもご紹介した番組のトゥバレグですよね結構ですね評判良くてトゥモローランドとかエディフィスだとかその辺りでも取り扱いがあって まあショッップののスタッフの方にもでですすすねね評判良かったりするんです、ね、割とですね先ほどのショ路に比べると長さがあってこの溝落ちぐらいに来るんですよねそしてちょっとクラシカルな雰囲気になるので個人的にはこれが結構好きなんですねちょっと中級者向けではあるんですがこういったアプローチもあります最近はちょっとこう首元にかけるようなクロシェットみたいなジャンルのものも割と多くなってきてるんですね例えばですねレザー製のこういった首掛けみたいなものですね というブランドのですねクロシェットなんですが、まあ、結構バランスよくこれもハマるので特にこういった紐がブラックのやつは黒ティに合わせることが多いですね他にはですねエドロバート・ジャドソンというブランドがあってここもですね結構クロシェットというか首からかけられるものがいろいろと充実したブランドなんですねこれなんかもクリップが付いていてそれで首からかけられるようなもんで用途としては何にもないですねこのクリップになんかつけてあってもな変な感じしますよねななのででまあ、何もつけないんですがちょっと ととした着こなしたなななのアクセントになるかなと思いますあとはこういったレザーのパーツ使ったようなものもあったりして、まあ、この辺りを取り入れてみるのも中級者の方であればいいんじゃないのかなと思っておりますという感じですかね、まあ、このようにアクセサリーにはいろんなものがジャンルがありますがまず一番最初はこういったバングルかもしくはブレスレットかこの辺りから入ってもらってその次にですね時計ですね個人的におすすめしたいのはナバルウォッチだとかあとはバーグウォッチだとかですねこの前時計に関す えー、動画もも撮撮っっってててます10万円以下のののの時計っていうのも撮ってるのでそあとは、リングですね。こういった、まあ、結婚指輪をですね、変えるっていうのも裏技としてありますし、あともう一つ、これは、テュアレグのリングですね。これまたよく動画の中でもしていますが、こういったものなんかでもいいかなと思います。で、ピアスとウォレットチェーンはなし。ネックレスに関しては、短めのショロか、もしくは長めのこういったネックレスみたいなものをしていただければ、結構ですね、シンプルな白 T だとか、 黒 T を人との違いを出しておしゃれ感を増すことができるんですね僕自身は基本のスタイルが地味なんですねシンプルな無地の T シャツだとかあとはシャツだとかジャケットとか着るわけですよまあそこに対して物足りなさを感じた時にアクセサリーを使って埋めてあげるというような手段を取っているんですねアイテム自体ですね T シャツを派手にするだとかボトムスを派手にするだとかじゃなくて地味だと感じた部分をうまくこういったアクセサリーを取れることで結構バランスが取れたりするのでまあぜひ皆さんもです、ね 1>, 1点ずつで構わないので自分の中で心地がいい範囲でですねアクセサリーを取り入れていただくとだいぶ人との違いが出てその結果おしゃれに見えてやりすぎ感のないですねアクセサリー使いができるかなと思うのでよかったら試していただければなと思っています。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では大人のアクセサリーの選び方徹底解説しますというテーマでお届けをさせていただきました。我ながら何の準備もしていない割にはですね、まあベラベラと喋れたなとは思ってます。それぐらいですね、アクセサリーは僕にとっては大事な項目ですし、まあ大人の男性にもですね、無理のない範囲で楽しんでいただくと、だいぶですね、違いが出てくるかなと思うんですね。おしゃれに見せるっていうのは結構難しくて、まずはこうベーシックな土台を作った上で、 次にですすね人ととの違いいを程よく出すということこれをやらないとおしゃれなのかただの普通の格好なのかがわからないんですよね。第三者から見た時に。ですので、その時にうまく使いたいのがアクセサリーという存在かなと思っています。あとはですね、メガネですね。顔周りに位置するメガネも僕はアクセサリーの一部だと思っていて、日常的に取り入れるようにしてるんですね。皆さんもアクセサリー取り入れてもらうと、人との違いが出せて自分のモチベーションも上がって、なおかつ女性から見た時にも、やらしくなくてちょうどよく センスよく見えるるるななぐらいいに収まることももでできるかもしれないのでぜひ皆さんもですね、ご自身なりのアクセサリーをですね、楽しんでいただきたいなと思います。まあ、今回僕がご紹介したブランドとしては、テ u アレグだとか、ファンタスティックマンだとか、Sholo だとか、この辺りが中心になってきたかなと思うんですが、その他にも、この辺りのアクセサリーブランドは大人にも似合うよっていうのがあったら、ぜひですね、コメント欄でお伝えいただければなと思います。まあ、それ以外の時計だとか、使えそうな小物に関してもですね、情報をいただけると嬉しいので、ぜひコメント欄で皆さん情報お伝え いただければなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの意見をなるべく分かりやすく解説したいなと思っているんですがこちらの動画の中ではお伝えできないようなちょっとマニアックなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまたツー向けのまあ今回みたいな内容なんかもですね結構メンバーシップチャンネルの方でメインでお伝えしてますので気になる方はですねぜひ概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストのしゅんでしたまた次回の動画もお楽しみに